鳥出競輪場は、茨城県鳥出市にある競輪場で、施設所有及び主な主催は、茨城県。競技実施は、野下、東日本地区本部関東支部。実況は、東京伝説工業で、担当は2019年9月以降、渡貫博西山栄一、香川学児、坂巻祐樹が交代で担当している。同年8月までは、 サガラトールが担当していた。かつては、鳥出競馬場として、競馬の開催を行っていたが、昭和20年代の競輪ブームで競馬の開催が不調になったため、競輪場に変更したものであり、1950年2月25日に開設された、旧競馬場のコースは、現在の駐車場で痕跡が残っている。特別競輪は2001年と2009年に、 共同通信社配経輪が2005年に東大座線2017年に初めての GI 競争となる読売新聞社配全日本選抜経輪をそれぞれ開催した今後は2022年2月20日から23日まで5年ぶりに読売新聞社配全日本選抜経輪が開催される予定である記念経輪の名称は 鳥出銀輪王座争奪戦であったが、2006年より、水戸公文賞の名称で開催されている。これにちなんで、開催二日目のシード優秀競争は、スケさん各参賞の名称で行われる。近年は、開催月が移動しているが、2014年からは2018年に11月に開催された以外は、 かつての開催月だった6月に開催されている。トータリゼータシステムは日本トーターを採用している。なお2009年10月16日より、シゲカ式投票にあたる K-Dreams の発売が開始された。トリデケリン場では、ホーム側スタンドの老朽化からバック側スタンドをメインとして使用するため、 ホームとバックの直線入れ替えが検討されていた。2011年3月11日の東日本大震災で施設が被災し、場外発売は6月30日から再開されたが、ホーム側スタンドが特に損傷し本場開催に支障を及ぼしたことから、場内の復旧とともに直線の入れ替え工事を並行して行うことになり、2011年度内は、 本場開催を行わないことになった。この間に、主催の茨城県は取り手開催分の代替を松戸経輪場で行っており、8月24日からのファイ開催と9月17日からの記念の2開催は松戸に移して実施した。また k ドリームスは松戸での茨城県 A による代替開催についても取り手経輪分と同じように扱った。その後、 バックスタンドの回収に時間がかかることが判明したことから先にメインスタンドを取り壊し仮設の審判胸を建設することで開催する方針に変更され2012年10月22日より本場での開催を再開し記念経輪も11月9日から開催されたそして2013年9月25日からの開催よりバンクの直線入れ替えが行われ 改装された旧バックスタンドは新メインスタンドとしてリニューアルオープンされた。2014年4月の本場開催から本場入場料が無料に変わった。茨城県は2021年12月から新たに施設命名権の募集を行う施設を発表し、鳥出競輪場も施設命名権の募集の対象となった。 マスコットキャラクターは2007年より、新キャラクター、鳥出の森のバンクが登場しており、メインキャラクターは、ウサギの、バンク。それ以前のキャラクターは、ウサギの、リンダロウと、その弟の、ギンリンダロウで、それぞれの孫が登場した。カントボスタンクチューブ山下のバンクチェーンじゃんけん一周は400メートル。直線が短いわけでもなく、カントが、さほど、 きついわけでもないので癖がなく、選手には走りやすいバンクだと言われている。そのためどの戦法でも戦いやすく、力勝負のレースが多い。競りは、現3から4コーナーでは、意外と、アウト側を走る選手の方が有利だが、バックストレッチまでもつれれば、断然、イン側の選手が有利となる。現バック側直線には、地元選手が知る、秘密の伸びるコースがあり、 後方からの強襲を決めると波乱が起きやすかった。利根川のあぜにあるためか、冬場は風が寒さでも強さでも辛いと言われており、特に原バックでは向かい風でバンクが重く感じる選手も多い。しかし他の季節では風の影響は少なく、その点では走りやすい。ただし回収により原バック側スタンドなどの施設が撤去されているため、 その影響に注意を払う必要がある。大画面映像装置は、現一センターのバック直線側寄りに設置されている。無料送迎バスは、関東鉄道が運行している。入場門は、正門と南門の2カ所である。以前は東門があったが、老朽化のため、現在は閉鎖されている。距離的に近い松戸経輪場との間では入場者の、 奪い合いにならないように開催日を調整しており、以前は台風等で開催が順延する以外は松戸競輪場と一緒に本場開催されることはなかった。これを利用して従業員の共有を行っており、鳥出競輪場に勤めると自動的に松戸競輪場、さらには 千葉競輪場でも働くことができ、ビッグレース開催時にはこれらの競輪場から応援を呼べるため、開催側従業員側双方にメリットがある。なお、松戸競輪場の最寄り駅北松戸駅までは、鳥田駅から常磐観光線で23分と、比較的近い。以前は、記念競輪以上のビッグレースでは、地上波でも放送されていたが、茨城県には、 県域民放テレビ局がないため千葉テレビが撮影や番組制作を行う場合が多かった。また1990年代、千葉テレビが開催日の午後10時45分から15分間、レースダイジェストを放送。CS 放送はスピードチャンネルだけでなく EX エンタテイメントで放送されることもあった。同じ市内に所在する。 東京芸術大学取出キャンパスとの山岳連携で、自転車とアートのコラボネーションを目指した企画を立ち上げ、自転車フェスティバルとアート展示会を閉催する、サイクルアートフェスティバルを年に一度開催している。また、別のイベントとして、取出ホタルリンという有志による自転車発電機をこぐことによって、電飾を点灯して楽しむイベントも運営されている。ありがとうございます。